足湯バスは兵庫県足屋市に車庫基地を及び足湯ドライブウェイにバス路線を持っていた足湯開発株式会社の子会社またはその子会社のバス事業を引き継いだ阪急バス足屋アリーマ線の通称を指すここでは全車について扱う足湯道路の開通及び足屋ハイランド地域にある住宅地の輸送確保のために 足湯ドライブウェイの管理及び周辺開発を担う足湯開発株式会社が子会社足湯バスを設立して1963年3月31日から運行。足屋から6校、有馬への足として運行を行っていたが、その後利用者の減少により、 経営難となり1977年9月21日より、道路線は、阪急バスに移管されることになる。その他詳細については、アシ足ードライブウェイ、阪急バス、足屋浜営業所、阪急バス山口営業所を参考にすること。交通公社はじめ主要な大番時刻表に掲載されていた路線。一軒茶屋で、神戸市バス、阪神電鉄バスの六甲山上線ケーブル。 三条駅方面に接続していた。移管後は、阪神芦屋有馬温泉、山口営業所の80系統と、阪神芦屋奥池、芦屋ハイランドの81系統となり、2020年現在も運行を続けている。阪急場水管時点で、三菱不走の高出力路線モデルである B800、J が9台が在籍していた。 遺憾後は71から600から71から607、及び73から608の車番が付与され、足や山口両営業所に配属されたがしばらくは足、夕バス時代の塗装のままであった。ありがとうございます。